どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、四国ブロックの香川、愛媛、高知の2020年度、問い51から問い60までの過去問について解説していきます。過去問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは、早速始めていきましょう。引き続き、第3章の内容となります。後半ですね。皆さん大丈夫でしょうか？ここ頑張っていきましょうね。はい、それでは、問い51番です。需要競争保険薬の配合成分と、その配合目的の関係について、正しいものの組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。 A は正解、それから B なんですが、ビタミン B1 は、手足のしびれ、冷え、霜焼けの症状の緩和に使っていきますよとあるんですけど、これし手足のしびれとか冷えとかはこう血行を良くしていきますよね。なので血行を良くしていくような働きがあるのは、ビタミン E の内容となります。なので、今回ここビタミン B1 はというところなんですけど、ビタミン B1 は例えば糖質の代謝とかにね、関係したりしますし、あとは、神経ね、の、働きとかをですね、正常化にしていくような役目とかもありましたので、なので、こちらですね、ビタミン B1 の記述ではなくビタミン E の記述になっちゃいますので誤りとなります。はい、ではですね、次行きましょう。C は正解、そして D なんですが、抑異人はですね、ストレス刺激に対する抵抗力を高めますよとあるんですけど、抑異人は、そもそもこう肌荒れとかね、あとはイボとか、そういったものに効果がありますので、なので抑異人、生薬では抑異人ですけど、こう植物はハトムギとかって言ったりしますよね。なので、なんかお茶の中になんかハトムギとか入ったりします、するじゃないですか。なのでこう美容とかに効果がありますので、まあそんなところではですね、抑異人、肌荒れとかね、そういうものに使っていくんだなと、あとはイボとかにも効果がありますので、まあそんなところで使っていきます。だから、ストレス刺激に対する抵抗力を高めていくのは、例えば人参とか、人参とかね、そんなものが、該当してきますので、なので、ここのところは誤りとなります。はい、ということで答えは2番が正解となりました。では次行きましょう。問い52番です。漢方処方製剤に関する次の記述の成分について正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。5番ですね。はい、 A なんですけど、現代中国で利用されている中医学に基づく薬剤は、漢方薬と呼ばれていますよとあるんですけど、漢方薬ではなく、中薬とか、あとは中医学とかね、お薬の名前だと中薬になりますけど、こう学問だと中医学とか、そういったものになりますので、これ漢方薬。漢方薬に関しては日本、まあ、古来の、というところになります。もちろん、源流は中国のところなんですけど、こう江戸時代とか鎖国したりとかしていまして、そこから日本独自の文化が育ってきておりますので、そんなのが漢方薬というものになってますので、A は誤り。それから B なんですが、漢方処方製剤の多くは、刻み生薬の混合物として製造販売されており、洗剤として使用されているよとあるんですけど、刻み生薬っていうのは、こう、生薬を、こう、ガツガツ刻んでいくんですよ。で、細かく、していくんですけど、そんなのを刻み生薬っていう風に言っていくんですが、それをですね、こう、混ぜ合わせて、一つの処方にして、それを今度、お湯とかでですね、ぐつぐつ煮て、そしてその煮汁を、飲んでいく。そんなのが、煎薬というものになるんですけど、煎薬とか、あと煎じ薬とかね、煎剤とかって言ったりしていくんですけど、そんな感じで使用されているのは、ほとんど少ないですよね。多くはですね、こちら、エキス剤という形で、使っていきます。エキス剤というのは、その煎じたものをですね、今度は、こう、乾燥させて、まあ、濃縮して乾燥させていくものが、このエキス剤というものになるので、なので、こう、例えば何ですかね、コーヒーとかに例えるとよくわかりやすいんですけど、コーヒーとかで豆とかを、こう、何ですかね、削って、そして、お湯から抽出したものを飲むと美味しいじゃないですか。で、あとは、インスタントコーヒーってありますよね。インスタントコーヒーっていうのは、そういった、こう、抽出したものを、それをですね、乾燥させて粉状にしたものがインスタントコーヒーになるじゃないですか。なので、まあ、そういったところではですね、このエキス剤も、
その煎じたものを、乾燥させて、そして、粉状にしたものを、そんなのエキス剤っていうふうに言ったりしていきますので、なので、ここエキス剤とか、あとは、この洗剤、の違いですね、をしっかりと確認しておいていただきたいと思います。はい、それから C は正解、それから D なんですけど、患者の症に合わない漢方処方製剤が、選択された場合は、効果が得られないものの副作用を招くとものはないよとあるんですけど、むしろ副作用がですね、よく出ちゃいますので、副作用を多く招いてしまいますから、ちゃんと症に合ったものをですね、おすすめしていく。だからその症の見立てに関してはですね、その施術者、薬剤師、登録販売者のね、こう力量にかかってきますから、なので、このあたりはですね、症というところの考え方、ぜひぜひ押さえておいていただきたいと思いますので、D は誤りとなります。はい、ということで答えは5番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い53番です。漢方処方製剤とその適用に関する次の記述について、誤ってるものを一つ選びなさいということで、誤ってるのはこれ2番が誤っております。はい、防風通商さんは、体力充実して、腹部に、皮下脂肪が多く、そして、下痢しがちなものの高血圧やとかっていうことを書いてあるんですけど、あとはまあ肥満症とかって書いてありますよね。そう、防風通商さんっていうのは肥満症の方に適用がある漢方処方製剤なんですけど、そして、腹部に皮下脂肪が多くっていうところは OK です。ただ、下痢しがちな人に使うとより下痢の症状が強く出ちゃいますので良くないですね。なので、これ下痢じゃなくて便秘しがちな人であれば正解となります。はい、ということで、こちら2番は誤りとなりました。はい、ということでよろしいでしょうか。では次行きましょう。問い54番です。漢方処方製剤及び生薬製剤に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。 A は正解、 B なんですけど、生薬成分は医薬品としてのみ流通しており、食品としては流通していないよとあるんですけど、これ食品という形で、流通しているものも結構ありますよ。なので、こうなんですかね。そう、食品に関して、例えば先ほど抑飲やったじゃないですか。抑飲という形で、は生薬として医薬品として流通しますけど、抑飲じゃなくてハト麦という形でいくと、こう食品として流通していきますので、なので、まあそんなところではですね。医薬品としてのみ流通しておりというところは誤りとなりますので、B は、罰ですね。そして C なんですけど、生薬には動植物由来の、成分以外は含まれないよとあるんですけど、この動植物由来の、成分以外もですね、いろいろあったりしますので、なので、ここをですね、C は誤りとなります。だから、例えば、こう、なんですかね、金閣とかね、キノコとかね、そういったものもありますし、あとは、なんですかね、まあ、何ですか、植物、まあ植物か、植物からこう抽出した樹液とかね、そういうもの、まあそれは植物由来になっちゃいますけど、まあそんなところではですね、動植物以外のところも、ございますので、あとはあれですか、鉱物、こうなんですか、石とかね、そういうものとかの由来になっているようなものとかもありますので、なので、こちら C は誤りとなります。はい、そして D は正解なので1番が、正解という形になりました。では次行きましょう。問い55番です。生薬成分と、それから薬用部位の関係について正しいものの組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。いやー、これいやー難しくなかったんですか？いや、もうね、これ、薬用部位まで聞かれてくるんですよ。いや、確かに、他の都道府県もですね、他の地域でも、部位のところをね、こう出てくるようなもの、ちらほら出てきてるんですけど、でもこれだけがっつりと出てくるのはね、本当に大変。はい、ということで、皆さん、どうですか？いけました？はい、じゃあ、ちょっと見ていきましょう。まず、A の武士が違うんですけど、これ、武士は、こっちにも書いてきました。武士は根っこの部分使うんですよ、根っこ。で、この義化ですね。義化って何ですか？と、偽物の果実っていうことになりますので、例えば偽物の果実ってどんなのがあるかというと、イチゴ。
いちごあるじゃないですか。そう。いちごってあれ、つぶつぶのなんかこう、ごまみたいな、ごまって言っちゃいけないですけど、つぶつぶのあれが実の部分になるので、全体的にはあれ実ではないので、あれ義果という、分類分けになりますし、あとは、いちじくとかね、そういうものもございますので、なので、義果ってそういうものなんだなっていうところで、ぜひインターネットという方で調べていただくといっぱい出てきますので、調べてみてください。はい。ということで、ブッシュはですね、根っこの部分使っていきますし、それから、最後は OK。それから、防腐。防腐に関しても、これも根っことか、あとは根茎の部分を使っていきます。はい。なので、根っこはいいと思うんですけど、根茎って何でかというと、根っこのような茎です。そう。なので、地中に埋まっている太い部分のところになりますので、そんなの根茎って言ってきますから、だからイメージすると、こう、大根とかね、そういうような感じに、大根のこう、なんか太いじゃないですか。なので、あんなものをですね、根茎っていうふうに言ったりしていきますので、そんなイメージ、とっといていただくといいかなと思います。はい。ということで、こちら C は、金閣じゃなくてね、金閣は違いますので、誤りとなります。はい。ということで、こちら答えはですね、3番が正解という形になりました。ちょっと難しかったですね。頑張りましょう。はい。では次、くとり56番です。感染症の防止として消毒薬に関する次の記述について誤っているものを一つ選びなさいということで誤っているものですね。はい、こちら答えは4番が誤っております。消毒薬、4番ですね、見ていきましょう。消毒薬が目に、誤って目に入った場合、早期に消毒薬を取り除くため、強い流れの水で15分以上洗顔するといいですよとあるんですけど、強いものだと、ブワーって、うわーって15分で痛いですよね。なので、ごめんなさい、突っ込んじゃいますよね、これね。なので、これ、強いんじゃなくて、弱い流れでですね、目に、優しくしていただきたいと思いますので、はい。ということで、こちら4番が誤ってる内容となりました。強いんじゃなくて、弱くですね、注意しておいてください。はい。では次行きましょう。問い57番ですね。はい。消毒薬に関する次の記述の正誤について、正しい組み合わせを選びなさいということで、はい。こちら答えは4番が正解となります。はい、まず A はいいですよね。ただ A もですね、これどんな微生物に効果があるのか、クレゾールですね、大丈夫でしょうか。そうですね、これも出てきますよ。ちゃんと確認しておきましょう。それから B のイソプロパノールはウイルスに対する不活性効果がエタノールに比べて、高いですよとあるんですけど、要はこれイソプロパノールとそれから、エタノール、消毒用エタノールがウイルスに対してどっちが強いんですかっていう話をしてるんですよ。そう。なので、イソプロパノール。ノールと、それからエタノール。は、ウイルスに対してはどっちが強いですかっていうところでいきますと、こんな感じ、エタノールの方が強いです。そうなんですよ。なので、エタノールに比べて高いようじゃなくて、これ低くなっちゃいますので、こちらですね、B は誤りとなります。はい。なので、これも日本語ちょっと読み進めるの大変ですよね。言い回し方いろいろありますので気をつけておきましょうね。こう、どっちが強いですかって聞いてくれた方がね、嬉しいんですけど、まあ、こういうね、言い方していきますので気をつけておいてください。はい。それから C と D は正解なので、4番が正解となりました。では次行きましょう。問い58番です。衛生害虫及びその防除に関する次の記述について正しいものの組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。A は正解、B なんですけど、ゴキブリの防除においてはということで、燻蒸、処理を行う場合、医薬品の成分、ゴキブリの卵の殻を通過する。いや、ダメなんですよ。これ通過しないんですよ。なので、ここのところですね、卵とかには効果がございませんので、B は誤りとなります。はい、それから C は正解、D なんですけど、殺虫剤使用にあたっては、同じ殺虫成分を長期間連用することが望ましいですよ、というところで、これ長期間、使うことはあまり好ましくありません。なぜかというと、これ虫に対して耐性性ができてしまう可能性があるので、長期間ですね、同じものとかをですね、使っていくことは好ましくありません。だから、殺虫剤っていろんなもの出てるじゃないですか。そんなところでいろんなアプローチしていただくことが好ましくなります。はい、ということで D は誤りなので2番が正解でした。では次行きましょう。問い59番です。殺虫剤及び忌避剤並びにその留意事項に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。
はい。まず、フェノトリンなんですけど、シラミを、駆除する目的で使用されるが、ということで、人体に直接適用することはできないよ、とあるんですけど、フェノトリンというのは、これ、ピレスロイド系のものとなりまして、唯一人体に直接使うことができるやつだったんですよね。そう。なので、シラミを防除する目的で使用されるので、人体に直接使用することができますので、A は誤り。それから B のプロポクスルは、アセチルコリンエステラーゼと、不可逆的に結合することことにより、殺虫作用を示しますよとあるんですけど、プロポクスルというのは、これカーバメート系のものになりまして、これアセチルコリンエステラーゼと不可逆的ではなく可逆的になります。不可逆的じゃなくて可逆的ですね。ここもですね、カーバメート系は、あ、そうだったな、可逆的だったなと。不可逆的は、あれですよね、有機輪系になりますので、そこのところ、不可逆的の方が効果が強いです。要は、効果が出たらずーっと効きっぱなしですね。そうなんですよ。で、可逆的っていうのは、こう、効果がなくなったり、ついたり、出たり、っていうところでは、比較的穏やかに、効果が出てくるんですけど、なので、不可逆的の方が効果がすごく強いので、そこのところ、可逆的、不可逆的というところですね、逆に行くことができるのかな、それとも逆に行くことが不可能なんだな、というところをですね、ぜひぜひ押さえておいていただきたいと思います。はい、ということで B は誤り、そして C は正解、そして D なんですけど、これ、有機塩素系の殺虫成分は、我が国では広く使用される、感染症の撲滅に大きな効果を上げており、現在でも様々な、昆虫を対象として、使用されているよというところなんですけど、これですね、有機塩素系の成分というのは、残留性などの問題からですね、オルトジクロルベンゼンの、ウジとか、あとはボウフラ。ウジとかボウフラ用ののみですね、に、限定されてきますので、昔はいろんなに使われてたんですよ。ただ、体に残留、残ってしまったりとか、あとは環境破壊とか汚染とかが、すごく、環境に対してものすごく悪いんですよ。なので、そういった観点からですね、もうオルトジクロロベンゼンに限定されまして、そしてですね、ウジとか、あとはボウフラとか、そういったものの用途のみになってますので、幅広く使われている、様々な昆虫では対象ではありません。なので D は誤りということで5番が正解でした。ここちょっと難しかったですね、最後のとこね。はい、ということで、次行きましょう。問60番ですね、最後ですね。一般用検査薬に関する次の記述について正しいものの組み合わせを、選びなさいということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。 A なんですけど、検査薬において検体中に対象物質が存在しているにもかかわらず、検査結果が陰性となった場合を疑陽性と言っていくんですけど、これ疑陽性ではなく疑いがある、陰性なので疑陰性の、記述になります。疑陰性というのは要は陰性かどうかが疑いがあると、本当に陰性みたいな、陽性じゃないのみたいな形で疑いがある、陰性のことを疑陰性というところですね。はい。で、あとは疑陽性もこれ疑いがある陽性だから陰性じゃないのかなとかっていうような形で、これ本当にそうなの、陽性なのみたいなのが、疑いがある、陽性、疑陽性ということになりますので、疑陰性と疑陽性の違いですね、ちゃんと、確認しておいていただきたいので、 A は誤りとなります。はい。そして B と C は正解、そして D なんですけど、尿道検査薬は、尿中の糖の、有無を調べるものでありと。そうですね。当該検査薬の使用により、尿糖が陽性となれば、その結果をもって直ちに糖尿病、ね、直ちに糖尿病というわけではないです。可能性はあるんですけど、そこで、まあ、陽性出て、あとは、まあ、陰性でもね、何かおかしいなと思ったら、しっかりと医療機関を受診していただいて、そこでですね、確定診断をしていただく必要がありますので、D は誤りとなります。はい。ということで、答えは3番が正解でした。はい。ということで、ここまでいかがだったでしょうか。第3章ですね。ちょっとやっぱり難しい問題もありましたけど、それでも、全体を通してですね、やはり基本的なところを問われることが多いので、今まで出てきた問題とかですね、過去問とかを何度も何度も繰り返すことによってですね、できるようになってきますので、ぜひ間違えたところはもう一度、再確認して、次は同じ問題が出てきた時に、必ずできるようにね、皆さん頑張っていきましょう。はい。ということで、ここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひ LINE などに登録していただきますと、質問などもお受けしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。ということで、本日も動画を見ていただきまして、ありがとうございました。